どうも、ウクレレ奏者の鈴木智樹です。さあ、本日はですね、もうすぐクリスマスということで、クリスマスの定番曲をウクレレのアンサンブルでやっていきたいと思います。さあ、今回する楽曲はですね、ザ・ファースト・ノエルという楽曲です。今回はこの楽曲を3部編成にアレンジをしておりまして、またこの楽曲はですね、著作権フリーとなっておりまして、概要欄より無料の楽譜もダウンロードできるようにしておりますので、ぜひぜひダウンロードしてこの後もお楽しみいただけると嬉しいです。それではですね、クリスマスの時期に必ずどこかで流れている楽曲、ザ・ファースト・ノエルのアンサンブルレッスンです。どうぞ。さあ、それではですね、まずはどんなアレンジになっているか一度弾いてみたいと思います。今回はですね、なんと単音のみというアレンジになっておりまして、ウクレレの一つ一つの旋律が綺麗なハーモニーになるようにアレンジをしてみました。それではザ・ファースト・ノエル、こんなアレンジです。さあ、それではですね、まずはパート1から見ていきましょう。さあ、パート1はですね、まず最初、2-5。さあ、ここの2-5はですね、人差し指で1弦の2フレット。そして小指で2弦の5フレット。押さえて弾いていきます。さあ、小指で2弦の5を弾いたら、その次は中指で2弦の3を押さえて一拍間。1と2。そしてまた小指で2弦の5に戻って、人差し指で1弦の2、中指で1弦の3、で小指で1弦の5まで上がっていきます。さあ、小指で1弦の5に上がった時に、ここに丸印で囲われていますね。これは2分音符を示しています。なので2拍音を伸ばしていきましょう。さあ、ここで皆さんもお気づきかと思うんですが、今回は3拍子になっています。そして最初の1拍 2-5 だけ飛び出していますが、これはアウフタクトといってですね、最初2カウントで入っていく。1、2、3、1、2、3、1、2という感じのね、カウントになっていきます。ぜひですね、ここのアウフタクトであったりとか、三拍子なかなかね、弾くことないかもしれませんが、この三拍子に慣れて弾いていきましょう。で、1弦の5まで上がって2拍伸ばしました。1と2と、さあ次7に上がっていくんですが、ここで人差し指に持ち替えます。人差し指に持ち替えて1弦の7、そして薬指に上がって1弦の9。さあ弾いたら、この2本の指置きっぱなしにして、小指を1弦の10に置きましょう。
で一拍1と。さあ次、そしたら小指を離すだけで、あ、一弦の9。次、薬指を離すだけで、あ、一弦の7。そうですね、離さないことで次の音までずっと繋がって弾いていけるんですね。そしてまた小指で2弦の10に入って2拍子1と2と2拍伸ばしていきます。さあ小指で押さえて2拍伸ばして2弦の10弾きました。弾いたらまたさっき弾いた動きと同じです。人差し指で1弦の7、置いたまま薬指、また置いたまま小指で10、そしてまた小指上げる、薬指上げる、で小指で2弦の10。うん、同じ動きになっていきますね。でそこまでいったらまた人差し指で1弦の7、薬指で1弦の9、で小指で1弦の10に上がっていく。はい、ここのですね3小節間ぐらいはですね同じ動きがずっと繋がっていくような形です。で小指の10弾いたらそのまま小指を1弦上に上げて2弦の10、弾いたら中指で2弦の8で、人差し指で2弦の7を2拍。1、2、い。はい。っていうような動きになっていきます。さあ、皆さん、いかがでしょう？弾けておりますでしょうか？なかなかね、ちょっと難しいところもあるかもですけれども、まずはしっかりとね、この運指、気をつけながら動かしていって、しっかりね、一つ一つの音が綺麗になるようにしていきましょう。一度練習をしていただいて、いけたら一緒にレッテル A 合わせてみたいと思います。最初5カウントします。5カウントしたら2号を弾いていきましょう。ではカウントします。1、2、3、せーの、1と2と3と1と、人差し指に変えて小指、指を置いたまま一本ずつ上げる、1と2と同じことを繰り返す。で小指で2弦の10、また人差し指、薬指、小指で10、小指、中指、人差し指、1、2、1。はい、さあそんな感じでですねレッテル A を見ていったんですが、皆さんいかがでしょう？弾けましたでしょうか？ここがいけるとですね、なんとその後レッテル B 全く同じです。またこの3拍目の2号は人差し指小指で押さえたら同じことを弾く。1と2と1と2と3と1と2と、うん、本当だ、一緒ですね。さあそこまでいったらなんですが、なんとさらに次また同じことを弾いていきます。あ、繰り返しなんですね。なのでレッテル A が弾けると、もうこのままおのずと結構ずっとレッテル C までずっと弾けることになっていきますね。なのでまずはレッテル A をしっかりと弾けるように見ていくこと、気をつけてやっていきましょう。はい、という感じでですね、ずっとこのレッテル A が弾けたらレッテル B も全く同じように2回弾いていけば OK となっていきます。さあそこで次はレッテル C なんですが、あれ、ここも同じように見えますね。ただこのレッテル C、26小節目、27小節目、28小節目の3小節だけ違います。さあじゃあどうなっていくのか。また2号、人差し指と小指で弾いたら中指で2弦の3、1と2で小指で2弦の5、人差し指で1弦の2、中指で3、ここまで一緒ですね。で小指で1弦の5、2拍、1と2と。さあここまではレッテル AB と同じなんですが、その後レッテル C だけ小指で1弦の10に上がって、小指で10で薬指で9で、人差し指で1弦の7とおります。はい。で、10、9、7と降りて2拍伸ばしたら、3拍目でもう1回7、人差し指で弾いて、小指で2弦の10。さあ、次は、丸に点がついてますね。不点2分音符なので、ここは3拍音を伸ばす。1、2、3。伸ばしましたか？伸ばしたら、あとは一緒です。
さっきですね、レッテル A と B で見たことと同じ最後の4小節弾いていく。なんか、ヒット。はい。っていう感じですね。このレッテル C も3小節だけ違います。そこをね、ちょっと間違えないように、ぜひよくチェックして見ておいていただきたいなぁと思います。で、そこまでいったら次、レッテル D に入るんですが、ここでこのパート1は大きく変わります。そのレッテル D の最初の4小節だけその弾きになっていくんですね。じゃあそこ見ていきましょう。さあ、最後の4拍、2-5 だったとこが、次は2-0になってます。なので、中指で1弦の2。1弦の2、中指弾いたら、その0にするんで、中指を離す。離したら次は G のコード。なので、人差し指で3弦の2フレット。薬指で2弦の3フレットを押さえて2弦までコード。うん。さあ2弦まで親指で落として弾いていきました。弾いたら、そのコードまだ置いたまま、3弦の2、弾きます。弾いたら次1弦の0。弾いた後次は中指を1弦の2に置く。さあ、まだこの時2-3-2押さえたままにしといてください。そしてさらに小指が余ってんで、小指で1弦の3を弾く。うん。1と2と3と。っていう流れになります。1と2と3と。さあ、ちょっとね、ここソロ弾きなので難しいですよね。ただそこまでいったらそのまま小指を1弦の5に上げて2フレットを制覇。さあ、さらに、ここで難しいんですが、薬指をここ。4弦の4フレットにつけます。5-2-2-4。押さえると Bmがなります。さあ皆さん、これ押さえれてますか？ちょっとね、綺麗な音鳴らすのは難しいんですけども、ぜひね、ここ。何回も何回も練習して Bm 鳴らせるようにしていきましょう。鳴ったとします。鳴ったらそのまま3弦弾いていく。さあ、弾きました。弾いたら、すぐに手を離して、人差し指で1弦の7。薬指で1弦の9。上がっていきます。さらに小指で1弦の10まで上がっていくんですが、この小指1弦の10を置いたまま、中指を2弦の8。人差し指を3弦の7に置くと、こんな10、8、7、0の C コードが押さえれるんですね。たーたーたん。さあ、こんな流れです。たーたーたん。難しいですよね。ここがね、なかなかパッと押さえるの難しいんですが、よくよくこの動き、スムーズに動くように練習をしてみましょう。ただスムーズにね、動いて18-7に行ったら、あとはそのまま薬指で1弦の9、押さえて弾いていきます。まだ前に押さえた7、8、押さえっぱなし。で、次は薬指を上げて、人差し指をピタッと寝かせると、この寝かせた人差し指が1弦の7を押さえてくれるんで、7の単音が弾けるんですね。パン、薬指で9。薬指上げて1弦の7。この正派の人差し指で鳴らしていく。はい。で、鳴らせたら、人差し指を1弦の5、薬指2弦の7、中指3弦の7に置いて、577に移動させる。さあ、ここの動きもちょっと難しいです。しっかりと1を7弾いたらパッと動かして、5-7-7-0弾いていきましょう。ヒット、クス、中。ここね、うまくチェンジ。この空中で手を離して動かしながらコードを作って、5-7-7押さえていくと早く押さえやすくなります。で、5-7-7弾いたらそのまま3弦もう一回弾く。弾いたらそして人差し指1本2回で、7-9と弾いていくわけですね。さあ、ここ難しいですよね。ちょっとこのレッテル C からまたレッテル D のこの4小節間、なかなかね、難しいとこもあるかと思うんですけども、しっかりとですね、このソロ弾きのところ、コード一個一個難しいです。難しいですけど、しっかりと押さえて鳴らせるように練習をしていきましょう。では一度ですね、ちょっとこのレッテル C からですね、ゆっくりとやってみたいと思います。ぜひですね、皆さんも練習をしていただいて、一度一緒に合わせてみてください。今回も5カウントして、レッテル C の1拍前、2-5から弾いていきます。では行きます。5カウント、1、2、3、せーの。1と2と3と、1と2と、1
と2と3と1と2と3小指、人差し指を置いたまま薬指戻す、中人でまた人、もしくは中指で G、中小指で一クス、一と薬指離す、五七七で人中、うん、あ、まあ中って言いましたらここクスでもいいですね。人中か人クスで七九に入っていきましょう。はい、という感じになっていきますが、皆さんいかがでしょう、弾けましたでしょうか。ちょっとね難しいんですけれども、ここまで頑張って練習をしてみてください。ただここがいけてしまえば、あとはなんと繰り返しなんです。37小節目、あ、レッテル AB 見た流れ一緒ですね。うん、でレッテル E に入っていくんですが、このレッテル E はレッテル C と同じ1と2と1と2と3と1と2と31231と2と3、あ、一緒ですね。そして最後4小節あるんですが、あ、ここも今弾いた4小節と同じ、小指で1弦の10、薬指人差し指小指で2弦の10、ヒットクス、小指、小指一本上に上げて、中指、人差し指。はい。という風にですね、今回非常に繰り返しが多くなっているんで、もうレッテル A が弾けたらこの曲の半分は弾けるようになったと言っても過言ではありません。はい。ただね、このパート1だけ途中でソロ弾きが入ってきたりとか、なんかね、高いところの演奏があったりとか難しいとこが多いんですけども、ぜひぜひ練習をしてみてください。そして最後の4小節はリタルダントっていうのがかかって、ゆっくりゆっくりになって弾いていきます。ぜひねそこも注意して練習をしてみてください。さあ、それではですね、一度全体を頭からゆっくりと弾いてみたいと思います。ぜひですねちょっと練習していただいたら一緒に合わせてみてください。さあ、それでは弾いていきたいと思います。The First Noel Part 1です。5カウント。1と2と繰り返し、1と21と2と1と2と3と、C、 1と2と1と2と231と2とソロ弾き、1と2と3と1と2と3と1レッテル E、
1、2、3。はい、っていう感じで見ていただきましたザ・ファースト・ノエルのパート1でございました。皆さんいかがでしょうか？弾けましたでしょうか？ぜひですね、ゆっくりゆっくりと合わせて練習をしてみてください。さあ、そこがいけたらですね、次はですね、このファースト・ノエルのパート2を見ていきたいと思います。ここはですね、レッテル A はお休みなので、レッテル B から見ていきたいと思うんですが、まずレッテル B は中指で2弦の3フレットを押さえていきます。さあ、中指で2弦の3フレットを押さえたら、そこで2拍伸ばす、1と2と3と、さあ2拍伸ばした次は人差し指で1弦の2フレットを押さえて、また2拍、1と2と弾いていったら、その人差し指をさらに半を上げて3、人差し指で押さえます。そしてこの人差し指押さえたまま、次は薬指で1弦の5、ここ8分音符で3、5と上がります。で、上がったらこの人差し指と薬指まだ押さえたままです。で、小指で1弦の7弾いていくんですね。さあ、なんで押さえっぱなしなのか。そうですね、あとは次はその指を離していけば、また5、人差し指3と降りていくことができるからですね。で、さらにその人差し指を滑らして1弦の2を2拍、1、2、1、弾いていきましょう。さあ、1弦の2、2拍、1、2、1、弾きました。弾いたらさらにそこのまま1弦の2、3拍目で弾いたら手を離す。離したらまたその離した人差し指を戻して1弦の2、2回、1、2、中指で3に上がる。さあ、中指離して、また1弦の2に降りていって、2拍、1と2と、手を離して1弦の0、弾きました。次は中指で2弦の3、2回、1、2、人差し指で2弦の2に降りる。で、また中指で2弦の3、2拍、1と2と、はい、っていう感じになっていくんですね。さあ、ここ、まず8小節見ていったんですが、ぜひこの運指を守りながら皆さん練習してみましょう。これができると、なんと次の8小節も同じことの繰り返しなので、まずはこの8小節しっかりと見ていくことが重要ですね。で、そこができたら一度一緒に合わせてこのレッテル B パート2弾いてみましょうか。ゆっくりと弾いていきたいと思います。中指で押さえて、カウント3、カウント1、2、せーの、1と2と3と1と2と、人差し指で小指、指を置いたまま、人差し指、1、2、離して、また人差し指、中指、人差し指2拍、手離す、2拍、1、2、また同じこと。ちょっと次行ってみましょうか。1、2、同じ運指です。置いたまま、人差し指滑らす、う、人、人、中、1、2、手を離す、中指、人、中、1、2、はい、っていう感じで弾いていけるんですね。さあ、最初ね、レッテル B が弾けたら、この曲はさっきのレッテル A と同じで半分以上弾けたことになっていくんです。で、そのまま次はレッテル C に入っていくんですが、レッテル C は最初の4小節がやっぱり違うだけですね。ほう。ってことは最初の4小節見ていきたいんですが、さあ、最初こんな動きです。1と2と3と、1と2と3と、1と2と3と、2と3。はい。ちょっとね、リズムがややこしくなってくるんですが、薬指で3弦の4フレットを1拍半伸ばします。1と2。さあ、1拍半伸ばしました。1と2と伸ばしたら、人差し指で2弦の2フレット。
で、すぐに中指で2弦の3フレット。弾いた手を離して1弦の0。で、人差し指で1弦の2まで上がって2拍。1、2。まずはね、ここまで一つの流れだと思って練習しましょう。1と2と3と1と2と。って流れですね。そこまでいったらすぐに小指で1弦の7。押さえていきます。次は中指で1弦の5。弾いていく。さらには人差し指で1弦の3に入って2拍。1と2と3拍目でもう一回弾いたら、その人差し指を滑らせて1弦の2、3拍。1、2、3。はい。っていう感じでこのレッテル C の4小節が弾いていけるんです。この2小節目の1弦の2を2拍伸ばしてから小指、中指っていう風に入っていくって言ったんですけども、小指で1弦の7。で、中指で5って言ったんですが、まあここはね、薬指とかでも OK です。僕はね、中指の方が弾きやすいんで、小指中で人と入っていきます。小指中人。ここもね、ちょっとこう気をつけないと、ビビっちゃったりとか、届かず6フレットになっちゃうこともあるんで、しっかりとね、1と2と7、5で確実に押さえて弾いていきましょう。ただそこまでいけたら、そうですね。後の4小節は、レッテル B で見たのと一緒です。ヒット、ヒット、中、1、手離す、中指、ヒット、中、うん。はい。っていう感じになっていきます。で、レッテル D に入っていくと、最初、3小節と2拍、お休みです。なので、3小節お休みして、2拍お休みしたら、その次、3拍目から、こんなフレーズを弾いていくんですが、なんかこれ、聞き覚えありますね。そうですね。レッテル B とか C とかで弾いていた内容と一緒なので、1弦の2は人差し指、0は0。で、そのまま人。さっき弾いた内容。中指、人差し指、手離す。中、中、人、中、休符。となっていきます。ほう。そしてレッテル E は、そうですね。レッテル C と同じなので、薬指で入って、1と2と3と、1と2と小指、中、人、2、3、人で2、1、2。人差し指そのまま、1と2と3と1と2と3と1、2、3、それの繰り返し、だんだんゆっくりにしていく。うらそうそうあそう、はい、っていう感じになっていくんですね。なのでちょっとね、今新しく見たところも含めて練習してみたいんですけれども、レッテル E を弾けるようになれば、この楽曲はパート2すべて弾けるようになっていきます。なので、ちょっとレッテル E を皆さん練習していただいて、できたら一緒に私と合わせてみましょう。ではレッテル E ゆっくりと言ってみたいと思います。薬指で3弦の4押さえて、カウント、3カウント。1、2、3、1と2と中0、人。さあ、大きく動いて、小指。中、人、1、2、3、人、2。さあ、繰り返し。1、2、3。1と、2と、3、中指。それの繰り返し、また、人差し指。1、2、手離す。中指。人、中。はい。っていう感じでパート2が見ていけました。さあ、いかがでしょう？弾けましたでしょうか？パート1よりかはね、ちょっと簡単に感じたんじゃないかなと思うんですけども、一回全体を弾いてみたいと思います。では、レッテル B から一緒に合わせてみましょう。さあ、レッテル B、中指で2弦の3押さえて、では3カウント、カウントしたら弾いていきます。では行きます。パート2全体です。1、2、せーの。1と2と3と1と、人差し指滑らして、置いたまま、人
人差し指で2、いい。人差し指、中指、人、お手離す。中、中、人、1、2、また中指、1と2と3、1、2、小指。さあ、ここは繰り返しです。1、2、3、1、2、3。さあ、新しいところで手芯入ります。薬指で3弦。1と2と3と、1と2と3と、1と2と3と、1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、うん。さあ、3小節おやすみ。2小節目。3小節目。で、あと2拍。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2、3。1、2。で、またレッテでいい。1と2と3と4、2。1、2、3。さあ、それの繰り返し、だんだんゆっくりになっていって。1、2、3。はい。っていう感じですね。このパート2も見ていくことができました。さあ、皆さん、どうでしょう？こんな感じですね。弾いていくのがパート1、パート2だったんですが、あともう一パートだけ、パート3が残っていますね。ここも見てしまいたいと思うんですが、今回こっちはですね、結構このハーモニーの中では一番大事な低音的なフレーズを弾いているのがこのパート3になっていきます。ちょっとね、フレーズとしては目立たなかったりとか、メロディーがつかみにくく感じるところもあるかもですけれども、このアンサンブルは非常に重要な部分となっていきますので、ぜひね、皆さんここもよく見て練習をしていきましょう。では、ここもですね、同じようにレッテル B から見ていくんですが、まず最初は2弦の0、2拍。1と2と伸ばします。伸ばしたら次は中指で2弦の3。1拍弾く。弾いたら次は人差し指で2弦の2を2拍。1と2。で、また離して0、3と。さあ、そこまでいったら次は3弦を2回。1と2と。さあ、次3拍目。2弦の0弾いて、人差し指2弦の2。で、中指2弦の3に入って2拍。1と2と弾いていきます。弾いたら次は薬指で3弦の4フレット。そして人差し指で3弦の2フレット。弾いていく。さあ、この2フレットの人差し指置いたまま薬指をまた3弦の4に戻して1拍。1と。で、次は薬指を上げて3弦の2フレット1拍。その次は人差し指離して3弦の0。弾いたらまた中指で2弦の3。次、薬指で3弦の4。人差し指で3弦の2。さあ、さらにその人差し指を離して3弦の0、2回。ドー、ドー。次、人差し指で2弦の2、1回。中指で2弦の3、2拍。休符となっていきます。さあ、なんかちょっと低音をこんなに弾くことなかなかないですよね。意外とこの低音が難しく感じる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、しっかりとですね、拍を読みながら、一個一個正確に弾いていきましょう。このね、3弦とかなかなか弾き間違いも多い弦になってくるんで、そこもね、なくすように頑張って練習しましょう。ここが弾けると、この次、やっぱり同じことの繰り返しなので、まずはこの8小節、よくよく練習してみてください。一度できたら一緒に合わせてみたいと思います。では一回やってみますね。レッテル B。3カウントでいきます。カウントは、せーの、1と2と3と人差し指、1、2手離す、3弦の0、1、
1、2、3と1と2と薬指人薬指置く離す中指薬指人手離すで人差し指1、2それが繰り返す1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1と2と3と1と2と3と1、2、はい、いかがでしょう。皆さん弾けましたでしょうか。ちょっとね、やっぱりこういう低音のフレーズ、このハーモニーの底を支えるフレーズなので、ちょっとメロディーとかもつかみにくいですよね。一人で弾いてると、なんだろうこのフレーズっていうフレーズに感じるかもですけども、非常にね、重要で、そして合わさると非常に楽しいフレーズとなっていますので、ぜひぜひこのパート3もよく練習をしてみてください。そこがいけると、レッテル C に入るんですが、やっぱりレッテル C 最初の4小節だけ違います。見てしまうと、レッテル C2 弦の0、2拍。1、2、2。で、そのまま人差し指で3弦の2、1拍。ひた次は中指で2弦の3、2拍。1、2、2。で、3拍目にもう1回2弦の3のまま弾く。さあ弾きました。ひた次は手を離して2弦の0、1拍半。1と2。さあ2拍目の裏で人差し指と、次中指で3、3。で、小指で5。で、人差し指で1弦の2。1と2と3。さあ、ここが1と2と3と4、2、3っていう動き方になっていくんですね。さあ、ここ、かなりね、かっこいい見せ場のところなので、ぜひね、綺麗に弾けるように練習をしていきましょう。ただそこがいけると、今までのレッテル B と同じフレーズ。さっき弾いたフレーズですね。繰り返し繋がっていきます。はい。で、またレッテル D に入ると、ここで3小節お休み。で、また2拍お休みしたら、薬指1、4に弾いていきます。薬指で4、人差し指2。で、また同じフレーズですね。37からは一度弾いたフレーズ。で、レッテル E に入ると、さっき見たレッテル C と同じフレーズになっていきます。2弦の0、1、2拍伸ばしたら、人差し指で3弦の2。中指で2弦の3、1、2。で、また、もう一回3を弾く。弾いた後手を離して、1、2と3と1と、さあ、ここ難しかったですね。で、薬指、人、3拍伸ばしたら繰り返し。はい。っていう感じになっていくんですね。さあ、このレッテル C とか新しいとこなんですが、そこをしっかりと練習するには、レッテル E を弾いていけば、この新しいところ弾けるようになるので、一回レッテル E をゆっくりと一緒に合わせてみましょう。それでは、一度弾いてみたいと思います。レッテル E です。カウントします。3カウント。ワン、ツー、せーの。1と2と3と中指1と2と3と手離して1と2と3と1と2と3。あとは繰り返し。もう一回同じ薬指、人、手離す、中、三弦ゼロ、人、中。という感じで、このパート3のレッテル E を見ていきました。これで、このパート3もすべて見れたことになっております。一度、頭から通して弾いてみましょうか。それでは、レッテル B、弾いてみたいと思います。では行きます。3カウント。カウント。1、2、
せーの。1と2と3と1と2と3と1と2と3と1と2と薬指1クスもいかよく。2弦、3弦、2弦、離す。人差し指で2弦の2。中指1、2、うん。もう一回。1、2、3、1、2、3、1、2、3と、1と、2と、3と、1と、2と、3と、1と、2と、3。1、2、うねてし。1と、2と、3と、1と、2と、3と、上がっていきます。し、と、1と、2と、3。2、うん、さあ、レッテルで、3小節おやすみ。2、2、3、3、2、3、あと2拍。1、2、3、3でてるいい。1と2と3と1と2と3と1と2と3と1と2と3。2、3、中、クス、人と手離す。人差し指、中指。またそれがリットでだんだん遅く。だんだん遅く。して、はい、という感じで見ていきました。パート1から3までざっと見ていきましたが、皆さんお疲れ様でした。なかなか長いレッスンだったと思うんですが、弾けましたでしょうか？ぜひですね、一つ一つのパートよくよく練習して、何回もこの模範演奏と合わせてですね、弾けるようになってみてください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。皆さんいかがでしょう？弾けましたでしょうか？今回の楽曲はですね、一人一人の旋律が非常に重要なので、ぜひ綺麗な音で弾くような意識を忘れずに演奏をしてみてください。そしてなんと今回の楽曲がですね、ともき鈴木クリスマスファンタジーナイト with ウクレレクワイアで演奏されることが決定いたしました。このともき鈴木クリスマスファンタジーナイトというのはですね、今年の12月22日金曜日に行われる僕のソロコンサートなんですけれども、なんとその公演でですね、ご来場者の皆様に僕のバックミュージシャンウクレレクワイアとなっていただき、この楽曲を一緒に演奏することになりました。ウクレレクワイアへのお申し込みなどは特になく、当日ご来場いただき、ウクレレを持参していただければご参加可能となっております。そして当日はですね、僕が今回やったパート1を一人で弾くので、ご参加されたい方はですね、ぜひパート2かパート3のお好きな方を演奏していただけると、綺麗なハーモニーが出来上がるかと思います。ぜひ、私、鈴木ともきとクリスマスの夜を飾っていただけると嬉しいです。また、このライブの詳細などは概要欄に貼っておきますし、今後参加される方への情報、例えば、当日にですね、一度合わせなんかも皆さんとやりたいなと思っておりまして、その日時であったりとか、集合場所であったりとか、そんな情報もですね、こちらの概要欄に載せていきますので、ぜひ興味がある方はまたチェックしておいてください。はい、というわけで今年のクリスマスはですね、お友達と家族と、もしくはですね、鈴木ともきと、この楽曲を楽しんでいただけると嬉しいです。皆さんぜひぜひ練習してみてください。というわけで、私鈴木ともきはですね、毎週このようにウクレレのレッスン動画や演奏動画、またはレビュー動画などをアップしております。もしよかったらまた次の動画も見ていってください。またこの動画を楽しんでくださった方はぜひグッドボタン、さらにはチャンネル登録などもよろしくお願いいたします。
それではまたまた次回の動画でお会いしましょう。僕で奏者鈴木智樹でした。バイバイ。